次に片山さつきさんの質疑を行います委員長はい片山さんはい あの消費税というのは、1954年にあのモーリス・ロレさんというフランスの大蔵省の主税局長が作った、設計したものなんですねで。私は84年に主税局からフランス国立行政学院に派遣されてますんで、いくつもその調査団を率いて、えこのフランスの、えー、消費税がどういう理念でできているかを聞いてきました。今の総理の岡田副総理のお話を聞いてと思ったのは、 基本的に税が国家の礎であって、全体像、マクロ経済への影響が非常に重要だってことが欠けてると思います。ロレ博士も言ってました。消費税を上げると、そのことに命をかけて決めるんであれば、そのインパクト、ネガティブインパクトを全部ポリシーミックスで補わなきゃいけないんですよ。そしてその上は、 説得と納得のプロセスが必要なんですが、どうもその両方がないようですが、このグラフを見てください。3%から5%に上げたとき自民党も本当に大変だったんですが、住宅着工は30万個減って、その後いろいろあっても全然戻ってないんですよ。ところがこの2日間、私は内閣府の皆さんが、えー、社会保障と税の一体改革のベースとしている経済データを 作った人とやり取りをしていて、驚くべきことに判明したんですよ。この驚くべきことが分かりました、すみません、この落ち込みの影響を一切、名目3%、名目1%の皆さんが毎晩議論してらっしゃる基本データの感情に入れてません、この入れていないという事実、岡田担当大臣、ご存じでしたか。いやあの、担当大臣に聞いてるんです。 いいやいやご存じでしたかって聞いてるんですよ、もうあの入ってないということは事務方が言ってますから。それじゃあ、岡田副総理、えー、そういった詳細のことまでは承知しておりません。 はい片山さ,つきさんあの詳細じゃないんですよ、名目3%は名目 2. 何しかなかったかも、名目1%は0.7%しかなかったかもしれない話なんですよ、毎晩議論してる民主党の皆さんも知らなかったでしょう、これで議論して、やってたって、いくらやってたっていい結論なんか出ないんですよ、でさっき住宅のお話、えー、議論出てましたけれども、この。 人生最大の買い物である住宅2000万円だったら、これが2100万円なのか、2200万円なのか、それでもう諦めて買わない人が出ちゃうから、完全にこの80万戸しかない住宅着工が、もっと減ったら、地方の建設業界とか、いろいろな雇用の問題っていうのは、もう手のつけられないようなことになりますよ。それでもいいんですか。 さらに、先ほど安住大臣は、じゃあ住宅ローンの控除とか二重課税の調整をおっしゃってたけれども、不動産取得税とか我々も消費税をさらに5%を上げるよりも上げるんならば、やらなきゃいけないなと思ってたものを全部引いても、100万円もボーンと上げると言ったら引ききれないんですよ。よくご存知だと思います。だから、 完付するとか、あるいは民主党はお嫌いみたいだけれども、住宅とか生鮮食料品とかは今のまま据え置くとか、そういうことにしないと、大変な地域経済への影響が出ますが、そのことを総理はどう考えられるんですかいやいん総理、はい、それじゃ野田内閣総理大臣。 あのちょっと今のお答えをする前に、今、パネルが出てますので、これが全てですべ、ね、て消費税を上げたときにその、そのことによって住宅投資が縮小したのかというと、あの必ずしもそうではないのではないかと思っています。でまず、平成3年のときですが、これはバブル崩壊の後ですので、ストック調整等といろいろあったと思います。 で加えて、この5%に引き上げたときは、これはよく言われますが、アジアの通貨危機であるとか、我が国の金融危機等ともございました、もちろんあの駆け込み需要と反動とかっていう要素もあるかもしれませんが、まあ、そういうことを総合的に考えていかなければいけないだろうというふうに思います。で、まさに消費税の経済の影響でありますが、もちろんその影響がないような、するためのポリシーミックスというか、いろんな政策は講じなければいけません。あそのことはあの与野党協議の中でもじっくり議論させていただきたいというふうに思いますけれども、あの 一方で、あの先ほどごえあの、我が党の議員とのやり取りにもありましたけれども、将来に対する不安をなくしていくことによって、消費や経済を活性化させるという要素もあるんで、その辺は経済への影響というのは、総合的に考えしなければいけないというふうに思います片山さつきさんあの。中小零細企業への影響に関しても、非常に冷たいんですよね、この案は。で例えば今、お蕎麦屋さん、630円税込みでお蕎麦出してますけど、今、このデフレで660円にできますかね。 それから、ま、野田総理がよく言ってらっしゃるフランチャイズの QB ハウスみたいなとこ屋さんは、これは全国一律ですからね。そりゃ、値上げしやすいですよ。でも、町の普通の理髪店ができるでしょうか。で、今、この不況の中で、年間売上三千万円以下の中小零細の五割、七割が、転嫁ができてないという調査があります。そして、滞納税額の半分の三千四百億円が消費税なんですよ。 なのに、その中小零細への影響について、例えばフランスが一度引き上げたときに、フォルフェというですね、小さな零細業者。まあこれは要するにネゴ課税を認めてたんですね。でもネゴ課税でも払ってたんですよ。何十万円か。それももう全部やめて、免税にしちゃった。それから今回、サルコジ大統領が引き上げるときには、まあ家族手当の企業負担分を、 取ってあげようつまりそういう企業活性化とか、まあ、それが雇用につながるわけですね、それセットでやってるんですよ、なんで全くそういうお考えがないんでしょうか、岡田総理。はい岡田担当大臣まず基本的にです、ね、財政の置かれた状況が違うというふうに思います、つまり今回、われわれ社会保障制度を持続可能なものにするために、消費税の5%引き上げをお願いしているわけですが。 そのことによっても、まだプライマリーバランスの赤字が半減するだけ、えー、まだ道は遠いわけでございます。まあ、そういう状況の中で、いろいろな例外を作れば作るほど、上げなければいけない税率は高まるということでございます。そのバランスをどう考えていくかの問題であって、えー、一方のところだけ捉えて議論するのは、私は適切ではないというふうに考えております。 あの岡田副総理は私のサークルの先輩でもあるんですけれども、まああの、ミスター内閣法制局長官というあだ名もあったようですが、そういう問題じゃなくて、この税金はですね、あのすごい民主党サイドから話題出てますけどあの、説得と納得のプロセスだと、作った人が言ってるんですよ、設計はポリシーミックス、ここまでは政府、あとは与党で、まあ、党税調が非常に弱いという、まあ、そういうあの性格の,その、まあ、政策決定をされてるからそうかもしれませんが、まあ 保護を触れさせていただくパート減税もです、ね、全くあのフランチャイズ協会も、えー、イオンが副会長していらっしゃるスーパーメーケット協会も、全然納得してないんですよね、まあ、それはいいですけれども、えー、次に、えー、生活保護の問題について伺います。えー、理論、えー、お手元の資料を見ていただきたいんですが、えー、生活保護期22年度で3.3兆円、このうちご覧いただくと分かりますが、仮資産で1200億円弱も外国人に払っております。 その保護率は日本人の2 3倍3分のの倍分が朝鮮半島出身の方だそう、です、えー、昨日厚労省に聞いたら、えー、在韓国内の、えー、3万人と言われる在留邦人に、少なくとも同じ条件では生活保護を与えていただいてないと、でいくら払われてるかはもう全く調査もできないと、まあ、にもかかわらず、去年の日韓首脳会談は、ずっと従軍慰安婦問題、言われっぱなしだったんですね。 でそういう状況の中で、あなたはその従軍慰安婦の像の撤去のためのイニシアチブも見えない、なぜこういう状態になっているのか、ご自身の外国人献金問題の影響があるんでしょうか、お答えください、はいは野田内閣総理大臣ちょっと、飛躍の飛躍の話なんで、何と言ったらいいか分かりませんが。 あの生活保護におけるこういうある規定というは、もう昔からやってることで、われわれの政権でやってることじゃありません、それもずっと皆さん関わってきたことじゃありませんか、で加えて従軍慰安婦の問題は撤去を私、要請をしております、そのことはあの会談で間違いでございませんし、外国人献金の話なんかは全く関係ありません。片山ささんいいとこままで来てますがぼつぼつ残余の質疑は 午後に譲ることといたします午後1時から再開することとし休憩いたします 休,休憩前に引き続き質疑を行います、片山ささつきさん、はい委員長えー、午前中は、えー、総理の、えー、外国人献金と従軍慰安婦の問題の関係についてないというお話のこと,と,ところで終わったんですがあの、民主党政権になりましてからあの、お手元の資料にありますように、えー、生活保護が増えておりまして、えー、外国人の比率も増えている、えー、そして不正受給も増えております。 でたあの三野を抱えている台東区ではちなみに21年には予算の20%だった生活保護費が24年予算では24%までえ増えておりましてえ東京のいくつかの区の担当者は不正受給の取締まり姿勢が明らかに民主党政権になって甘いと訴えておりますまた生活保護に陥る前の第二のセーフティーネットとしてえ私自身もえ自民党時代に関わりました求職者支援制度えこれがまだ2万人ぐらいしか 利用されておりませんで、とても200万人を減らすに至っておりません、自民党としても生活保護が本当に必要なところには行き渡るけれども、決して無駄や不公平にならないように、この3.6兆円を3兆円までに抑制するべく提案をしてまいりますそれでは消えたた年金に移りいいと思います。 AIJ の年金消失については、民主党の辻責任者が90万人に影響するとおっしゃってるんですね、で先ほど、えー、大臣のご答弁で、えーまあ、2134億円ぐらいの、まあ、不足が起きい、えーまあ30、これは60万,人60万円1人の影響額とお答えになってたから、まあ、35万人カウントなのかなと、今、電卓をはじきましたが、まあ、この90万人に影響すると、民主党の政策責任者さんがおっしゃってるんですから、仮に、 これで、えー、厚生年金、まあ、大体4万円ぐらいですね、上が。で、そのうち、まあ、その3階建て部分が大体平均で8000円ぐらいとして、まあ、今回の損失によってみんなこれが飛んじゃうとなると、えー、90万人、8000円、えー、12か月かける20年で、1兆7000億円にもなりうるんですよ。 あの、その話は昨日、あの、事務方にさせていただいていると思います。えー、長妻元厚生労働大臣は、あの、年金記録の問題で、えー、当時の自民党を非常に厳しく追及されて、で、ね、それは私たちも確かに、もうきちっと回復して、えー、取り戻すべきは取り戻すべきとおっしゃ、あの、もう、もう、思っております。で、その額が、 え長妻市によると、えー、1兆5000億円だというわけですよ、で今回はこれは1兆7000億円か、他の投資信託もおかしいのであれば、他の投資運用会社もおかしいのであれば、広がる可能性もあるわけですよね、でそもそも、えー、このグラフ、い、え、ろ、ー、んなところからの資料で作りましたが、えー、リーマンショックのあと、外国国内の投資で4割ぐらい下がっているのがあるんですよ。 まあそういうものがメジャーにあったということですね。これは民主党政権になってからもそうですし、この上の段の年金運用実績を見ただけでも、これだけひどい状況です。その中で平成16年に申請 AIJ っていうのはスタートしたんですね。で、7%から9%の氷回りをうたって、これ、 私が独自に入資したエイム・ミレニアム・ファンドの去年の12月の運用報告ですよ、この被害に遭ったある基金の運用報告、明確にすごい小売回りが毎月毎月積み重なって、例外なくずっと利益が出続けているという資料になってるんですよ。 いわゆるオルタナティブ運用だ、オプションだと、でこういうことで、まあ、これ以上のなぜそれだけの利益が出るのかの説明は一切ないまま、監査人のハンコも押されて、えまあ、特にその届け出されてもえ、厚生労働大臣の認可が厚生年金基金には必要ですけれども、まあ、一度も引っかかってないわけですね。 でそんな中で、まず一義的に投資一任業者の方からチェックしなきゃしょうがないわけですよ、でこれ、平成17年からの検査実績の件数をいただきましたけれども、なんとこの株が乱高下し、債券市場もえリシャ危機とかでおかしくなった後に、金融庁は、監視委員会は、検査実施件数を減らしております、これ、自民大臣、なぜですか。金金 金融大臣自民塩三郎君。お答えをいたします、えー。監視委員会のですね、まあ、検査対象数は。金融商品取引法を含む、数字の、まあ、制度を介しておいて。まあ、現在約ですね、0千社の規模となっておりまして。そのうち、当時、一人業者を含む。 ええ、当時運用業の業者数は約まあ三百となっております。まあ、これに対してですね。当時一輪業を含む。当時運用業者に対する。検査実地件数は。毎年ですね。ま二十件から。ああ、十五件。十件から十五件から二十件程度でございまして。このような状況の下でですね。発生者もあって。限られた人数で,ですね。 検査をやらずも得ないといいととうことでございます効率的にきちっとです、ね、やらねばならないということで、まあ、効率的かつ効果的な検査の実施が不可欠であり、監査委員会は、業者における業態ですね、それから規模、その他の特性、その時々の市場環境等に応じて検査、検査の対象業者に関するさまざまな情,勢情報を分析しです、ねこの、収集して、 リスクベース、リスクベースです、ね、検査対象を、まあ、選定しているということだということだと承知いたしておりますはいはい、金融大臣、簡潔にご答弁をお願い申し上げます。はい、片山さつさつきんは、はいえー、平成16年以来,以来この会社は一度も関 検査に入られていないんですが、何回もこの会社はおかしいんじゃないかっていう、えー、情報が流れ、まあ、ある関係者は通報もしたというふうに言ってるんですよ。で、まあ、去年ぐらいから特に信託銀行え、まあ、信託銀行が預かってますからね、の筋から、まあ、ここは危ないと言って乗り換えていった企業年金もたくさんあるんですが、まあ、昔、大蔵省、証券局があったとき、実は投資顧問業法できたときは、私は総務課の係長なんですよ。ものすごく厳しく一社一社見て、危ないようなところで認可されたところはないような時代でしたが、まあ、 まあそういう状況の中で、しょっちゅう市場の情報には耳を配って、必ずそれを無視することなく、すぐに検査に入るように努めてました、そういう話がしょっちゅう上がってましたが、これらの情報が一度でも入り、問題になったことがないのか、それが非常に疑問に思うんです。えもう 出していただきたいんですが、えー、これも実は年金基金の数社のところから、あの、すみません、年金基金数社から情報提供いただいて、まあ、これ、本邦初公開かもしれませんが、こういう運用をやってたんですよ。この下の外国志望投資のところはもう本当にラップパッケージのようになっちゃって、わからない。バージン諸島に行き、ケイマン諸島に行き、まあ、こういう状況の中で、このバージン諸島というタックスヘブンにある管理会社、まあ、これが、えー、AIJ 投資の関連だと思いますが、 ここが、まあ、いわゆるザルなんですが、ここの住所、ここの名前は何年も前から、証券監視委員会のところで、話題になってた。札付きだったっていうんですよ。これを、なんで、わからないんですか私の手元には事業報告書もありますけれども、その、この AIJ 投信の、えー、役員になってた人の中には、昔、証券関係の法、業法で、えー、捕まって有罪になった、執行猶予ではあるけど、有罪になった人もいるんです。 これ、損失飛ばしですよ、これ、毎年事業報告書をチェックして、なんで分からないんですか、人が足りないんだったら、なんで野田総理は公務員の新卒を7割を減らすというときに、いや、足りません、金融庁だけはやめてくださいって言わないんですか、大臣自民、金融大臣。 まあ、あの、金融庁なんで人を増やさないのかっていう、ま、ご質問でございますが、あの、私はですね、そのことにつきましては、実はあの、閣内でもですね、国際金融、まあ、あの、先生ご存知のように、ギリシャをはじめ、そ分リスク大事ですから、ぜひですね、金融庁だけはきっと言うとは言いませんけれども、大変国際環境は大事ですから、増やしていただきたいというですね、要求はさせていただいています。それからですね、ま、AIJ について、あの、なんでこういうふうになったのかということでございますけどね、 あのこのような事態が発生した原因については、現在、証券等監視委員会があ検査を継続中でありまして、まあ、事実の解明ですね、まず先生ご存じの、事実の解明を待つ必要があると思っておりまして、変わる事態に至ったことは真摯に受け止めて、ですねあらゆる選択肢を排除することなく、関係省庁、まあ、主に厚生省でございますけれども、密接に連,結しであの連,あの連帯しながら、金融庁、証券等監視委員会と総力を挙げてですね、 再発防止にですね、あの、努めたいというふうに思っております。はい。あの、ま、このおたたえではしょうがないんですがね、この事業報告書にはですね、このたった二千億円のファンドで、想定元本五十七兆円って数字が出てるんですよ。 二千億円で五十七兆円と書いてあれば、誰が見ても、金融のプロじゃなくたって普通の人から見ておかしいと思いますよ。それを毎年毎年見てただけと。まあもう、自民大臣に聞いてもしょうがないんで、年金基金を認可している小宮山大臣に聞きます。この、先ほどのグラフでご覧にいただいて分かりますように、 あのすみません、先ほどので大臣にあの、先ほどの、えー、グラフで分かりますように、えー、年金基金はかなり乱高下しておりまして、たくさんの代行割れが生じております、この AIJ に犠牲になっている74基金のうち、まあ、この影響も入れて52が代行割れ、そのうちなんと、えー、12がですか、えー、指定基金という。 まあ、三年連続して九割を割れているという、もうちょっとどうしようもないと、まあ、なんとかこの指定にならないように、指定割れにならないようにっていうんで、まあ、みんな頑張るわけですが、まあ、そういうところがあるわけで、えー、平成二十年、二十一年と財政関税改善のための措置を打ってるんですが、二年間伸ばしてですね、掛け金もまあ、上げるのを待ってあげましょう、その間になんとか改善しましょうと言ってる間に、二十三年の秋には、あもうどうしようもないなっていう状態になったんですよ。で、その状態になったので、 じゃあもうさらなる措置を取りましょうと言って、えー、まあ法案も去年出して、えー、10年で返済するところを15年まで延ばしてるんです、ですからもう完全に企業年金化では、おかしい、危ない、危険だ、このままでは先がないって分かってるんですが、私は何回も聞いたところ、この話を長妻大臣室でも、細川大臣室でも、小宮山大臣室でも、こういうデータをもとに一度も議論してないんです、小宮山厚生労働大臣。 えと今あの、委員がご提供いただいたような、そのデータを逐一あの報告を受けているわけではありませんけれども、えー、厚生年金基金の関係の方などから、えー、お話を伺って、えーまあ、状況というのは承知をしているというふうに思っています。片山さん。今の状況を承知してたは重いですよ。だって、 全体の基金が、まあ、株でも債権でも、合算三人でも何でも、全体的にものすごく割れていて、改善措置、財政措置が必要だ。国会に法案まで出した、あの、年金確保法ですよ。で、その間でもほとんど大臣室でこういう数字の議論はほとんどしてない。それも自民党政権だったら考えられないと思います。株が七千に下がったときに、当時え、経済再生諮問会議なんかで、じゃあ年金は大丈夫か。自己資本は大丈夫か。日銀総裁も呼んでみんなやってましたよ。その横の連携が全くない。 だからこういうことが起きてるんです、おまけに天下りですよ、399の基金にですね、これは全体の基金、640人も天下ってるんですが、じゃあこの74のうち、どのぐらい天下りの人がどういうポストにいるのか、これ、今日までに間に合うように出してくださいと言ったんですよ、74基金に全部電話して聞けばいいでしょう、でも分かりませんと言って、全くやっていただいておりません、これ聞くには理由があるんですよ。 これは AIJ と提携している社会保険庁 OB の年金コンサルタントがいるんですよ。その人が AIJ っていうのは、どうせ天下りっていうのは二三年で変わるわけですから、その間、この氷回りをもらって、それこそババ抜きじゃないけれども、やっていれば、ポストの引き継ぎをすれば済むっていうんで、みんなに広げちゃったんですよ、それはみんなこの二三年に起きたことなんですよ、なぜ、六月をめどに強化策とか言ってないで、一週間かけて調べればすぐわかることですよ、これは年金そのものの問題ですよ、社会保障と税の一体改革でしょ、長妻さんはわれわれに何と言ったと思いますパートの問題だっててやろうとして いや、年金記録があるからだめだって言って、全部潰されたんですよ、なぜやらないんですかはい小山厚労大臣今あの、調査票を出しまして、集計をしている最中でございますので、今月中には出させていただきます。 片山佐さん74基金に電話すれば済むことですよ、明らかにこれは隠蔽ですよ、しかもあれだけ天下りがダメだめだだめだと言ってた民主党政権、長妻元大臣の下で、厚生年金基金への天下りは全然止まっておりません。 これ、われわれも今調べてますが、もう本当に形だけの公募にしなさいという通達を出しましたが、強制力を持たせるような措置を取ってない、法律も作ってないし、後ろでうなずいてますけど、だから全然変わらずに、あの全く運用のノウハウのない社会保険庁の職員が甘くなって、えー、OB のコンサルタントか AIJ がたくさん利回りをくれるよと言われていって、おかしいなと思って、新聞のインタビューですいませんでしたって、すいませんじゃすいませんよ。これは追求して取り戻させていただけますね。 はい、厚生労働大臣今、副大臣をトップに調査のチームを作っておりますので、そこでしっかりとまず実態を解明した上えで、有識者の皆様も入っていただいて、これ、どういう形で対応できるかを検討して、やらせていただきたいと思っています片山さつきさん。 年金記録についてはこんなもんじゃなかったんですよ。だってね、これは明らかに厚生労働大臣認可のところに、甘下りのルールも設定したこの民主党政権のもとで、事実上それの脱法行為としてた、たくさんの社会保険庁 OB が行って、事実上 AIJ というババ抜きを広めて、えー、今わかってるだけでも二千百三十四億円、えー、私がさっき言ったような試算をすれば、 えー、全生涯の試算で1兆数千億円円もの,の年金が切れるかもしれない話ですよ、これが分からなかったら、じゃあ、新しい年金制度でこういう問題はどうやって扱うんですか、こういう3階建てはもうないんですか、岡田副総理、どのようにお考えですかはい岡田副総理。えー、ちょっとあの質問の趣旨がよくわからないんですが。 あまあ、いずれにしても、今お話聞いておりましてです、ね、確かにこれ、深刻な問題で、まあ、しっかりとした対応が求められると思います。ただ、これはあ、まあ、いろんなあ、なぜこういうことになったのかということをしっかり検証して、まあ、その上で,です、ね、再発防止を講じていかなければならない問題で、もちろん我々政権を担っておりますので、えー、その責めは負うわけですけれども、おまあ、ここお2年、3年だけで起きたことでは必ずしもございませんので、 これは国会全体で,です、ね、しっかりと対応を考えていくべきではないかと、そういうふうに思っております、はい、片山さすしさん。違うんですよ、この16年以降、マーケットが乱高下するときを狙って、この AIJ というのは、もともと損失飛ばしをやってたようなグループでやってる。 まああそういうい節があるんですよ私は調査権を持ってない与党じゃありませんけど、私が任意にいろいろ調べたって、これだけの資料が出てきて、みんながおかしい、何とかしようと思ってるんですよ、政府ができないわけないでしょ、今これ以上のものが出てきたら、いろんなその社会保障や、ね、税の一体改革が止まるとでも思ってるのかもしれませんけど、これは前提ですよ。 もう本当に3階建ての年金どうするかっていう問題です、えー。この図を見ていただくと分かりますように、この外国志望答申というのは、まあ、今の法制では、えー、金融庁や、えー、証券監視委員会の手が届かないところがあまりにも多いです。 でその中で、時、え、価、ー、情報を出していた管理会社がその手の届かないケイ、えーまあ、マン、営業バージン、営業バージ,ョン,しバージン諸島という、まあ、タックセブンにあって、これが関連会社で、第三者じゃないってことですね、ですから、いかなるごまかしもできると、それから販売会社である保護預かり証券会社も関連だと、でさらにそこからその上ですが、 信託銀行を2回経営してます、まあ。よく今、信託銀行のところで分からなかったのかってみんな言いますね。そこからお金が流れますが。ただ、この再信託受託者は今、経緯な資産管理特化型っていうのがあって、非常に受け身なんですね。だからこういうところをきっちりと、本当にこういうところを認めて、今やってる時に、この株安、えー、乱高下の時にちゃんとできてるのかとか、まあ、そういう検査も、えー、金融庁の方ではそういうヒアリングも全く行われてる節はありません。だから少なくとも、 この第三者のチェックが入るように、 早急に変えないと。まあ、今もう本当におっとりとヒアリングを265の投資運用会社にしているようですよ。さらにその投資運用会社のうちに公的年金一にを行っているのがいくつかの資料もないんですよ。これは昔の証券行政では考えられない。年金を扱るということはそれだけ非常に重いんですよ。少なくとも年金どこが持っているか、年金どこが一任運用しているか、たった265しかない業者で、それもわからないんですよ。そういう制度のままでいいんでしょうか。 そこは今後の税と社会保障の一体改革の上で、改善の方向はないんですかはい岡田担当大臣、えー、委員には無理に私の方に振られているような気がしないわけではございませんが、まあいずれにしても、ですね、えーまあ、今、関係省庁でそれぞれ調査を行っているところで、それは委員おっしゃるように、ですね、えー、時間をあまりかけずにしっかりと調査を行って、 えー、そして原因究明、再発防止あの、そのことに努めなければならない、それはご指摘のとおりだと思います片山ささつきさんぜひ、この金額的にも、えー、人々に与える影響も非常に大きいです、例えばこの265社のうちの大半に何らかの運用ミスの隠蔽があったとか、その基金も74ではなくて、えー、595の基金の中で、えー、やはり影響はもっとあったということになったら、 これは年金三階建ても含めて信頼が一層揺らぐ話ですから、その話の全体像ができてこないうちは、社会保障と税の一体改革で一体あなたはいくらもらえるのかって議論ができませんから、ぜひお願いしたい。まあ、その上では、まあ、やはり第三者によるチェックが必ず効くようにするということと、年金一任を 預かるというのであれば、まあ昔は認可でやってたわけですが、登録要件、登録拒否要件をもう少し厳しくする。認可にしろとまでは言いませんが、五千万円で本当にいいのかとか、役員の前科が、チェックがあまりにも甘すぎると。犯罪集団がまた戻ってきちゃってるわけです。それから、まあ運用者が、まあその直接、こう、プロであるのかどうかですね、的確機関投資家と呼べるようなところがこの中でいくつあるのか。 お聞きしましたら、74の基金のうちにたった一つですよ、それをこのオルタナティブ運用とか、われわれでもした感じがうようなものを、これ、毎日持ってきてですね、全然理解してないわけですよ、ここのところを早急にえ関係の禁止法改正も含めて、自民大臣、手を打っていただけますね自民金融大臣。あのおこの問題ですね。 え先生、あのまあ、1月から調査に入っておりまして、えー、2月の17日に金融委員会、えー、監視委員会より、まあ、本日ですね、あの1月からやっておりましたが、AIJ 投資小郷会社の検査の過程で、当社における雇用資産の運用状況についてです、ね、疑義が生じている旨の連絡がございます。 この先生ご存知、非常に異例の措置でございますけどね、あの、この連絡を受けて、まあ、異例の措置として急遽ですね、二月十七日金曜日中に当社に対して、もう先生、あの、このシステム手続きよくご存知だと思いますけども、えー、報告供給命令を出しまして、また異例の措置としてですね、三月二十三日に当初より報告を受けた後、当社、放射の視点から直ちにですね、二十四日の日に業務停止命令を発出するととに、 えー、即日、すべての投資一人業者に対して、一斉一斉調査を実施する旨をですね私が発表させていただいたわけでございます。これはもう非常に年金のですね あの年金がさ基本的には厚生,厚生労働省でございますが、やはりその大変大事な年金の話でございますから、私も当然、これは非常に重要な問題だと思ってです、ね、まあ、こんなあの一斉調査なんて、普通はなかなかあの、こちらの方から言いがないんですけれども、すぐです、ね、これ、一斉調査をして、確か一昨日ですねこの結果がもうあの一応第一次でございますが、出てきているということでございます。 私も先生とですね、同じ意識を共有させていただいておりますやはり国民の大事な年金でございますからですね、えー、そこがですねあの、やはりこの原因をまずですねあの、この、まず実態を明らかにする。そしてですね、やっぱり原因をきちっと明らかにして、そして、ね、いろいろなですね、選択肢を、あのあのいろいろなですね、あの選択肢を挟むですね、まあ、いろいろな皆さんとご意見を聞きながらですね、しっかりですね、再発防止をやっていきたいというふうに思っております。 はい、片山ささつきさんえまず、3月14日に第1位締め切りが行われた、全265の投資運用業者へのヒアリング結果を、直ちにこの予算委員会に出していただきたいし、それから265の業者のうち、年金を受けているところがどのぐらいあるのか、それも出していただきたいと思います。い、まあ、いずれににしてもこうプロじゃなな人にえこのような超 ハイテク、しかも結果的にはこれはもうほとんど犯罪行為だったんで、まあ、これはあ、あの私は試験では、まあ、ある程度例外的なケースだと思いますが、ここまでいかなくても複雑な商品をわからないで買ってる例が多々あると思うんですよ。でその理由としては、えー、厚生労働省でこれまでずっと先延ばしに先延ばしにして、大臣室にも挙げられずにいた、 5.5%を下げることもできない、進むも地獄、戻るも地獄も非常に悲惨な年金基金、中小企業ばっかりの叫びがあるんです、えー、私どもも最初にこの問題を自民党部で取り上げたのは、そういう中小企業の総合基金からの、もうこのままじゃの抜,ける抜けるとしたら、もうこれは倒産になると、その地域の卸売りとか、鉄鋼とか、トラックとか、そういう業者がもう連鎖倒産になるという悲痛な叫びから来たんです。 で、そこの資産運用担当から聞いた話です。運用報告は四半期に一度来てました。常に投資額を増額するような勧誘をずーっとやっておって、この事件が発覚する直前までそれをやってたんですよ。つまり、あなたが察知して一月に指示をしたと、まあ、本当に誇らしげにおっしゃってましたが、一月にも勧誘して取り込まれた気の毒な犠牲者がいるんですよ。ババ抜きですから。で、しかも、 抜けたところのものを高く買い取らせるという古典的な飛ばしのスキームですよ。だからもうこれはもう昔からやってたそういうルートがあるんでしょうね。で、しかもそれを証券監視委員会はこのえ管理会社 AIM Investment Advisor Limited の住所地は札付きだと分かってたわけだからもう少なくとも一年か二年前には何らかの 調査に入ってもいいのに、まあ、おそらくもうどうしようもなくなって、厚生労働省の方も2年直しても駄目だという、ギリギリギリまで伸ばしに伸ばして、この措置を取ってるから、もっと事態が悪くなってるんですよ、でこの問題は、資料の提出をお願いした上にえに、ー、さらに予算委員会でもあるから、個別の委員会でも、えー、追及してまいりたいと思います。えーまあ、全然答弁にななってないでですよね、えー、でそれではあのね <laughs> えー、年金の、えー、パートにつきまして、新しい、えーまあ、進展があったわけですね、えー、パート年金について、前原政調会長が、えー、28年度、29年度、30年度の3年間の実施で、えー、7万8000円 えー、そして500人以上の会社について、45万人を対象としてやると、でこれ、この間の予算委員会の質疑で、えー、小宮山大臣は、えー、3年後からやると言った、で我々27年かと思ったら、28年度でもう伸びちゃった、まあ、それも大体すごくいい加減だなと思うんですけれども、この、えー、昨日今日の報道で、一元化は、 えー、2015 10年の10月からやるっていう報道が出てます、まあ、まずこれが事実なのかどうかは別として、まあ、消費税の引き上げがそこですから、そのときには全部揃えろっていう議論は当然出ますよね、そういうふうにしたときに、この7万8000円のパートさんというのは、今は我々の年金制度の下での、えー、年金保険料の支払いになりますが、どういうお立場におなりになるという、これが全体設計なのか、岡田副総理にお答えしてください。お答えいいいたただきたいと思いますああ それでは岡田副総理今の委員ご指摘の,あの意味はです、ね、われわれが今、やろうとしている年金の抜本改革、えー、まあその抜本改革というのは、共済、厚生年金、そして国民年金の一元化を含むものでありますので、まあ、そのことと今回のこのパートに対する厚生年金の適用の拡大ということの関係をあのお聞きになったものだと理解をいたします。 でこれはですね、えー、我々のその年金の抜本改革については、来年法案を国会に提出するということを申し上げているわけですが、まあ、先ほど言いましたように、それをいつから実施するかということは、まだ決めているわけではございません。えー、これは2つあると思います。つつはは、ねえー、決めたた後後もままり法案が成立した後実施までに多少の時間いいるということとうこ そもそも国会に提出してもです、ね、それが先ほど午前中の議論なんですが、法案として、法律として成立するためには、これは衆参でそれぞれ可決をしていただかなくて,なくてはならない、まあ、したがって、まあ、その間に各党間で協議をしていただいて、えー、そして制度を固めなければいけないということでありますので、まあ、そういう意味では、あ成立かいつかということは、現時点では決まってないということであります。 はい片山ささつきさんこれはもう本当に、これでは一体どういう検討を、えー、野党に協議してくださいとしても、えー、すればいいのか、ますます分からなくなったのは、まあ、28、29、30まで7万8000円で、まあ、そのまま行くわけですよね、で45万人のパートの人がわれわれの、まあ、事故で作った年金の中に入ってくると、でそこからじゃあ、仮にそこからからしか、例えば今回の一元化とか、あるいは新年金をスタートしないということなんですか。そうするると我々が今議議論論してい,る議論というのは 31年かから先のことですかその間、どれぐらいの変化があって、国会情勢もどのぐらいになって、そもそも今の政権のまま持つと思うほうがおかしいのであって、こんなに6年も7年も明けた実施っていうのは、こういう全体制度でありえないと思いますけれども、これは絶対に認めちゃいけないことですけど、総理、そういうお考えなんですか。 まあ年金の元での参加年の7万8000以上、パート45万人ですよね、そこから先は31年度以降しか変えないんですね、野田総理。いや総,理総理ですよ、総理責任者ですから。いやまあ、小総理。総理。総理まあ、今、答弁いたしましたように、新たな制度がスタートするまでは、今までの制度、及びそ,のおそれを改善したものでやっていくということになります片山さつきさん。 あのパートの方っていうのは、まあ、今回、93万6000円の壁っていうのを、民主党が新たにお作りになっちゃうわけですよね、そこから上は年金あ、まあ、ごめんなさい、厚生年金に入れる、そこから下は、今の制度の下で入れないんでしょ、ただ、まあ、全部一元化して、民主党のプランでは、どういう方でもどういう所得でも、同じ保険料、同じ年金っていう思想をあの目指してらっしゃるんですけど、それがいつから始まるのかをいつまでもおっしゃらないから、こういう質問を延々と続けなきゃならないんですけど、それが始まらないとするとです、ね、当面の案九93万6000円 の壁があって百三万円の扶養の壁があって、百三十万円の,の,あ万円の、まあ、ご自身で保険料を払わなきゃいけないかなっていう壁があるわけですよ。この百三十万円と百三万円についても、まあ、こういう壁についてどうだということを、当然、われわれが与党時代に野党は、えーまあ、厳しく追及したら、それをさらに。 複雑化する三つ目の壁をお作りになるわけですが、先ほども申し上げましたように、日本チェーンストア協会、プランチャーズ協会ほか、パートさんをえたくさん、この三百万人っていうんですか、雇ってらっしゃる業界は、今回の拡大に大反対をしております。パートさんたちのえ署名も集めております、まあ。私自身がそれに全部賛成するわけじゃないですよ。まあ、いい社会保障をあのいただけるんだったらいいでしょうけれども、政治っていうのは説得と納得のプロセスですよね。このチェーンストア協会の最も有力な企業っていうのは、イオングループなんです なんですよこの消費税の議論のときによく我々あまあ、まあ、当時は私はまだ閣僚の、閣僚の、えーあの、ごめんなさい,なさい,なさい、えー、当時はまだ役所におりましたが、ずっと聞いておりましてですね、あのよくその自民党の大臣たちが突っ込まれて、あなたはこの消費税でですね、 奥さんを家庭内で説得できてるんですかと言って、説得できませんと言ってつつ、あのまあ、ドイタコさんなんかに追及されて、うわーっとなってたんですよ。であなたはまず、ご親族の企業を説得できてるんですか説得できないと何が起きるかっていうとですね、このパートさん、今、そのチェーンストア協会が言ってることはですね、93万6000円以下の、 まあ、パートの、まあ、つまり19時間以下とかに全部分けるよと、そうするとどうやったってパートの年収は減るよと、その世界でいいんだねって言ってるんですよ、あなた方の発想っていうのは、パートの人を助けるようで、パートの年収を減らすんですよ、いいんですかはい小宮山、うん、厚労大臣、簡潔に。まず、はい あのいろいろお分かりになってお聞きになってるかと思うんですけれども、今回、その103万円の壁をまた新たに作ったということではなくて、おっしゃるように、もう税と配偶者控除3号、それからこの社会保険の適用拡大、総合的にできればいいんですけれども、それがなかなか進まない中で、今回は格差の是正ですとか、対応の働き方ということで、103万円の壁を下ろしたということなんです。ですかかから一歩ずつしし参りませんん確かにチェーンストア協会の皆さんとも私も私 お話をしていますけれども、そこで働いている人たちは今回、負担が多くなってももらえる年金は多くなるわけです。そういう意味で、同じ事業所で働いている人たちの公正・公平という意味も含めて、ですね今回、一歩前進という形で、先ほど1年延びたとおっしゃいましたけれども、経済状況の中での事業主の皆さんのご意見も踏まえた上で、党の方で調整をしていただいた結果、こういう形になったということをぜひご理解をいただきたいと思います。はい岡田 ーーまあ、私、この問題で、えー、自分の親族と話をしたことはございませんので、あのちょっとコメントは差し替えたいというふうに思います。はい、片山佐月さん これはチェーンストア協会を説得することを放棄しているということで、これじゃあ絶対パートの年収は下がりますが、もう時間がないので、今日はえ日本銀行の白川総裁に来ていただいておりますが、2月23日の白川総裁、ご自身の国会答弁で、国際金利が仮に1%上がったときに、地銀やえメガバンクの,その自己資本がどのぐらい毀損するかを答えていただいたんですが、国際金利1%上昇というのは今、想定外がないような状況で、しかも先ほど午前中言いましたように、住宅着工がどんどん落ち込んで、 おりままして住宅ローン全体のパイも非常に利品でございます消費税が入ればさらに減るということは、これは、まあまあ、否めないでしょう、大きな対策を取らなければね、でその上で、まあ、今、えー、民主党、国民新主党が出している法案ですと、まあ、まだ半官半民のままというんですか、ゆうちょ銀行が住宅ローンに入る、で有力資有料資産である住宅ローンが、まあ、かなりゆうちょ銀行に取られる可能性があると、その分、リスクウェートがかかってくるかもしれない金利上昇傾向にある国債に、 りわということになると、これは地域の金融機関の自己資本にかなり悪い影響を与えますよね、えそのまあ概念的な可能性だけについてお答えください。白白川川日本銀行白川明参考人、えー、お答えいたします 金利1%の上昇につきましては、これは機械的な前頭を置いて、一応計算はできますけれども、どういう形で金利上昇が起きているかによっては異なってまいります。まあ、仮に、こういうことはもちろんあってはならないわけですけれども、財政に対する信任が低下して長期金利が上がる、この場合にはよりマイナスの影響が大きいわけでございます。一方ががが良くなって長期金利が上がるという時にははこれは貸し出し出の量も増え リザーメ拡大しますので、従って直近に上昇のマイナスの影響をベットのプラスでカバーするということになってまいります。ただ、あの議員ご指摘のとおり地域の金融機関のおお経営の状況これにつきましてはあの。 通勢的な人口の減少、そういうものを背景にです、ね、地方の中小企業向けの貸し出しが減少する一方で、金融関が競争の激しい住宅ローン、あるいは大都市圏での貸し出しにです、ね、注力しているということで、全体に基礎的な衝撃力が低下の傾向にございます。で私どもとしましては、そうした地域の金融関の経営の動向、これ、全体としてはですね、 あの先ほどの国債の金利の上昇ということの関連で申しますと、リスク管理を強めておりますし、地域の金融界が全体として自己主腕との関係で、まあ、過大なリスクを取っているというふうには見ておりませんけれども、しかし個別にはです、ね、これはしっかり見ていく必要があるというふうに見ております。 はい。片山さつきさん。かなり踏み込んでいっていただいたと思います。地域の金融機関、これ、住宅ローンは壮絶な戦いになって、で、まあ、ですから、もう当然今回、住宅対策は必ず取っていただかないと困るんですが、まあ、そういう状況の中で、まあ、いずれの形にしても、まあ、今、国民、新党、民主党が出している案では、まあ、ゆうちょの、まあ、住宅ローンへの参入を含めて、ゆうちょの、まあ、その業況が拡大するということの中で、結局は、国債の大量保有リスクを、ゆうちょ銀行が取るのか、地域の金融機関が取るのか、そういう のの押し付け合いの状況になるんですよゼロサムの中ででその状況で,です、ね、自民大臣は郵政担当と金融担当を一緒にやってるんですよ、これは自民党政権下でもやったことないし、他の国でもあんまりやってないですよ、でこの利益相談状態をほっといて本当に大丈夫なのか、つまり先ほど私が何回も指摘した状況の中で、なんで、そのとき、なぜ自民大臣が、亀井大臣がお忙しかったのか考えてください。この金融マーケットが非常に状況が悪 ボラティリティーがあって、国債リスクを防ぐために全閣僚が頑張らなきゃならないときに、一番注力してたのがなんだったのか、国会議事録を見れば、すぐに分かりますよ、だからこれは真剣に金融マーケットや国債の状況を考え、かつ年金の応用も考えるんだったら、少なくとも金融担当大臣と郵政担当大臣はしっかり分けるべきじゃないですか、総理大臣、おね、お最後になりますから、お答えください。 はい、それじゃあ、あ野田内閣総理大臣、まあ、あのそれぞれ重たい担当分野でございますが、自民大臣がしっかりと職責を果たしていただけると確信をしています山佐々木さん、まあ、市川大臣の,その問責のときも私、やりましたけれども、そのときもそうおっしゃってましたよね、まああの、早々にきちっとした対応が取られることを期待して終わります。ありがとうございました 以上で片山さつきさんの質疑は終了いたしました。